てんの。フィレンツェ来ましたよ。フィレンツェといえばグッチ本店、まあ、フィレンツェといえばって言ったらもっといっぱいあるけど、まあいっぱいあるけど、まあ、グッチこの間爆買いした時に反響あったんで、それがフィレンツェ来るからグッチ本店で買い物しようかなと思います。バレンシアガの T シャツ着て、バレンシアガもらってもでも大丈夫、スペインのブランドだから関係ない。でもやたら見られるなと思ったんだよね、このさっき店員さん通った時にめっちゃ、そういうことか、そういうことでしょ。まあ大丈夫でしょう。まあいいや、ちょっとあの買い物していきたいと思います。はい、じゃあお願いします。そっちでいいの？そっち入り口ちゃうで。そっちなんかご飯屋さんやん。どこ行こうとしてんの？もう馬がいるからびっくりした。あ、馬？お前馬やん。ここが本店の入り口でございます。行ってらっしゃい。てか、取っていいの？いや、取っていいって聞いた。取っていいって言われた。セーターをね、気に入りましたよ。でもヨーロッパ限定のセーターだから、なかなかないって言ってた。本当かわかんないけど。これがグッチ本店です。これ値段見てないから。え？値段？すごいいい値段すると思うよ。どうでしょう、俺払うならいいから野沢さんにお願いしようか。いやいや、それこそやめとけよ。俺人に怒ってもらうことないからさ、あんまり。いや、やめとけよ、もう。いやいや、たまにはさ、憧れの社長に買ってもらうのもいいよね。こっからまだグッチガーデンとか見たらさ。いや、あっちも怒ってもらう。え、うん、本社の社長にあのおねだりしそうなんですけども。え、そうなのらしいですよ。野沢さんに怒ってもらうの？あんまり人に怒ってもらうことないんで、うん、お願いしようかなと。ついでに俺もちょっとなんか買ってもらおうかな。それはどうだろうかな、わかんないけど。言ってみようか、一応ね、何でもダメ元でね。そうにさ、グッチガーデンで T シャツ買おうかね。そうですね。ここちょっと敷居高いよ。はい、とりあえず買い物終わったようですが、終わったよ、見て、いっぱい買いましたね。いやー、ね、ちょっとあのグッチじゃない人いますけど、あのね、これまずグッチ本店と、はい、こっちがグッチガーデンね。これ野沢さんもこれ、ね、これなんすか。これはセレクトショップで、あのちょっとぐるっと回ったんですよ。ぐるっと結局、うん、はい、ですごい買っちゃったよ、いろいろ。まあ、買ってはないんですけどね、僕たち。まあ厳密に言ったらね、あの野沢さんにおごっていただきました。ありがとうございました。差額いくらぐらいですか、これ。20万ぐらいした。20万じゃない、もっと高いけどね。やっぱね、グッチはね、顔が似合うんだよね。俺たち来てもダメだもんね。ダメだった。ちょっと痩せないといけないね。ちょっと痩せるっていうから、一つサイズは落としたけどね。そうだね。パンパンだったけど、やめ、ちょっとプレッシャーになるから。で、まあこれはちょっとここのね、後ろのガーデン、そう、グッチガーデンでございます。買いました。まあ、トートコバッグとか、うん、そういう系、お土産ですよね、それね。これ何買ったんですか。これね、スニーカー2足。これいくらしたんですか。これ両方で20万弱ぐらい。うわー、アレクサンダーですよ、これ。こっちがほら、こっちなんですか。バレンチーノ。バレンティーノですね。10万、10万、20万。これで40万。で、これでまあ、まあ、60万ぐらいいってますね。そんなの買ってるね。ありがとうございます、ほんとに。ちなみに、買ってくれた野沢さん何買ったんですか。これね、なんか、あの、布のなんかこんなちっちゃい2万円ありがとうございます。俺のが一番安いじゃないか。いやー、野沢さん、ありがとうございます。またパリがあるから怖いよね。そうですね、パリでまたおねだりしましょう。さっき今言ってましたもんね、なんかパリでみんなになんかお土産買わなきゃダメだね。行かねえよ。言ってたじゃないですか。じゃあ、皆さんパリでもね、怒ってもらいましょう。はい。Entonces vamos a hacer así, me da tres partes. Tres bistecas. Tres bistecas, pero ¿cómo la quieres? Medium, sangre, medium. Espera, yo pregunta. いや、ちょっとこれ説明しづらい。とりあえず見せてもらって、で、あそこから切ってくれるの、2センチぐらいに。だいたいあれ 2、3 人前だから、3つ頼んでみんなでシェアするのが一ベスト。ただ焼き加減はどれがいいかって。いや、1つだけじゃちょっとよく焼いたのがね。サラメテウノベンパサードウノベンパサードノボワタミディアムエラオトレドスミディアムエンサラダ
Mira tres batatas y dos saladas para dividir a todos, ¿ok? Me da vino lo va a tomar, ¿sí? Sí, después lo pedo, ¿ok? Aquí cinco minutos lo pedo. Claro que sí, también va a dar. Pero hemos llegado hasta ahora. Bye. Gracias. なんかもう寝振り見てるみたいな感じだったよ。でもやっぱこうちゃんと説明してくれるから親切だね。だって間違ってあれ6人分頼むと12人分来るからね。かけ2だから。ああそういうことね。だからこれぐらいでいいよって2センチ切るかこうってちゃんと説明してくれる。すごいね。ここから切って分けてくれるそうです。楽しみ。すごいね、ファビオ、やっぱり。何が？いや、こっちが本番だからな。日本語がうまいことに驚きを感じて。いや、やっぱこうね、ちゃんと喋れるなと、改めて。イタリア語難しい。慣れてないからね、喋るの。で、今これ何中ですか？いきなり動画始まったんで。何してくる？ビスティッカ、ティーボーンだよね。やっぱ、フィレンツェ来たらティーボーン。この周りにティーボーンの店めっちゃありますね。いっぱいある。でもみんな人気でなかなか入れないね。でもそこをファビオがイタリア語を駆使して無理やり入れてもらったから、なんとか食える調子だね。まあ、美味しいといいですね。美味しそう。マスターめちゃめちゃいい人なんで。知り合い？なわけ。1キロ600、1キロ300、1キロ400。OK. One well done, two medium. Fabio, monta ahí. ¿Puedo tirar más fotos de ellos segurando? Sí, cómo no. Monta ahí. Dentro, ¿eh? ¿La fai? Ya te llevo un kilo, un kilo chica. Ahora, barate. I explain for everybody, para todos, pimienta en el plato y todo, y la carne arriba. これウェルダン？いや、これミディアム。うん、ミディアム。これと、塩もちょっと入れたらいいね。熟成肉ってことですもんね。絶対ついてないよね。俺らは買ってるから。ボナシよ。これ熟成肉ですか？大将。あの、絶対通じに。ペッペください。あ、先食べちゃってる。どう？めちゃくちゃうまい。デリシオーゾ、マスター。全然聞いてない。ペルフェクト。E pimienta, aceite e pimienta. Cruma de mate, el mundo, ya llevo, está aquí también. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? すごいね、肉の味がいいね。それで脂分も少なくて、いや結構うまいな。熟成されてるから余計味が深いし。これどうですか？美味しいですか？いや、まだ来てないからよく。ウェルダンだから。生肉が苦手です。待ってます、今。まだかなぁ。これ、堀さん、まだです。まだカメラ回ってないです。まだ、ステイです。レモンかけていい？レモンは大丈夫です。いい？2軒目絶対無理。堀さん、カメラ回ってないです。
なんか嘘です、嘘です、回ってますやっと肉来ました、ウェルダー。あ、ウェルダーの方が全然美味しい、全然美味しい。大丈夫、うん、美味しいですか。うん、やっぱ肉はちょっと焼いた方がうまいね。好みとかじゃないですか。いやいや、みんな騙されてるよ、レアがうまいなんて食べ過ぎました。食べ過ぎだよ、食べた店の前にいるよ今ここね、そうですね、ここここでございますよ、食べたとこ。あー、手振ってくれた。いや、野沢さんさ、はい、日間違ってもう一回行くんかなと思ってたいや、勘弁して、ほんまに俺当分お肉見たくない